これを見たらあなたも相模原にぞっこん。始まるよ、ぞっこん相模原。相模原市ってどんなところ？さて、新たに始まった番組ぞっこん相模原は、毎月相模原市のことをもっともっと知ってもらうためにワクワクする内容をお届け。初回放送のテーマは相模原市ってどんなところ？相模原市をもっと知ってもらうためにいろいろ紹介していくよ。相模原市は人口約72万人、首都圏南西部に位置し、都市部への交通アクセスの良さを背景に広域的な交流拠点都市として発展しました。現在相模原市は特別区を除く792都市中18番目に人口が多い都市となり、緑区、中央区、南区の3区域に分け、各区に区役所を設置することで行政サービスを身近な場所で提供しています。都心部へのアクセスに便利な路線網をはじめとし、品川と名古屋を結ぶリニア中央新幹線の駅が橋本に設置されることが決まっているほか、小田急多摩線の延伸も検討されていて、今後さらに利便性が高まるんだって。道路では圏央道が開通し、市内2カ所にインターチェンジが設置され、首都圏から各方面を結ぶ高速道路と連結する環状道路として主要都市へのアクセス性が向上しました。また純粋都市の名の通り、城山湖、津久井湖、相模湖、奥相模湖、宮ヶ瀬湖の5つのダム湖や、鮎釣りでにぎわう相模川、山々など豊かな自然がある一方で、相模大野や橋本などの都市部が共存しているのも特徴なんです。それでは各区の特徴を紹介してまいります。まずは相模原市北部に位置する緑区。緑区は美しい山並みや湖、川など豊かな自然が広がる地域で、相模原市の中でも最も面積の広い区です。区の中心でもある橋本駅周辺は鉄道や道路の要衝で、将来はリニア中央新幹線の駅の設置も決まっていて、今よりさらに便利になっちゃう地域なんです。お次は相模原市中央に位置する中央区。中央区は市役所や税務署などの行政機関が立地し、商業地や住宅地が形成されています。 JAXA 相模原キャンパスでの公開イベントや桜祭り、相模原納涼花火大会などなど、たくさんのイベントが行われているよ。そして相模原市南部に位置する南区。南区は小田急線相模大野駅周辺など大規模な商業地を有している一方で、市民の憩いの場となっている自然豊かな公園が多くあることも特徴だよ。また伝統行事でもある相模の大凧祭りでは、 14.5 メートル四方、約950キログラムもの大きな凧が大空を舞います。この凧は日本一の大きさを誇っているんだって。このように相模原市は都市部と豊かな自然が融合した住みやすい都市です。都心や全国各地へのアクセスが向上し、今後ますます発展が期待されている相模原市。相模原市を多くの人に知ってもらい、そしてたくさんの人に集まってほしい。より一層魅力的な街へ進化するために、相模原市の挑戦はまだまだ続きます。相模原イベント情報。11月2日土曜日、JAXA 相模原キャンパス特別公開2019。普段見ることのできないキャンパス内を見学することができます。11月3日日曜日、小原宿本陣祭。当日は大名行列や本陣の庭での野立てが行われます。11月16日土曜日、17日日曜日、自分たちが住んでいる地元をもっと知ってもらい、もっと好きになってもらえるイベント、純粋都市相模原フェスタ。17日日曜日、同時開催サイクルフェスティバル。次回も相模原にぞっこん。